男女ともに罹患数が多い大腸がん、食生活の欧米化などに伴い増加傾向にあります。詳しいお話を秋田県医師会の大場玲奈先生に伺いました。大腸がんは症状が現れたときには進行癌のことが多く、早期癌や前癌病変にあたるポリープの状態のときはほとんど自覚症状がありません。 進行してしまうと、便秘や下痢、便が細くなったり、腹痛や血便、体重減少などの症状が現れます。腫瘍が腸管を塞いでしまうと、腸閉塞になることもあります。大腸がんを早期に発見するには、便潜血検査、大腸内視鏡検査などがあります。大腸がん検診は、男女とも、 40歳以上が対象となります。便に潜む血液の有無を調べる検査をします。便腺血検査では、目に見えないわずかな出血を感知することが可能です。便の表面を細便用の棒でまんべんなくこすり、2日間分の便を採取します。この検査で陽性の場合、または問診票の結果により、二次検診である 大腸内視鏡検査などを受けることになります早期であれば治せる可能性が非常に高く治療も軽く済むということが多いというメリットがありますまたがんになる前の病気やその他の病気も発見できることがあります初期症状がほとんどない大腸がん40歳を過ぎたら定期的に検診を受診しましょう 次回も大腸がんについてお伝えします。